動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。5月に開催がずれたことが功を奏してベネクレア城の完成の後にアースムーンフェスティバルが実現しました。行き着くあては言うまでもなくウィンベルマジックですが、ベネクレア城の完成から七波優の心境が大きく一変しており、そっちにも注目が集まるところです。サータンやミューロットの存在も気になるところですが、スペシャルウトになって最初のアースムーンフェスティバルが幕を開けます。右上のぴょんたプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。ちょっと、のっけからこれはまずいでしょ。違うんですよ。ベネクレア城が完成してから、色々と込み上げてくるものがあるんですよ。わかるぞーい。わしが一番叫びたいところじゃー。俺なんか七波優と音の木の3組目の京都の花札屋の上陸と、そいつによって見られたレインボーハーツと、色々囲まれて以来こっちゃなんやで。スターアットが一番すごいところにいるのは言うまでもないとして、やっぱりベネクレア城が復興しただけで、周辺の街づくりもビジョンが見えてきたのね。フェー、まるでフェアリーフィーみたいですー。思わずそんな感じで叫んでしまいました。おい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 、いくらなんでもオーバーだぜ。こっちも思いっきりフェアリーフィーの再現になってますー。マンマミーや、いろいろとカオスになってるんだけど、大丈夫かな。これでもまだまだ中間駅なのに、ちっとも大丈夫じゃないよ。どうすんの。はは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 。私たちの野望がここで一旦達成されたんですもの。この感情を抑える方が無理ゲーですわ。仮にもキリスト文化圏のパルナスですので。ウィンベルマジックやと、もっとすごいことになってまいそうやな。にしても、ほんまにベネクレア城が復興されていきよった。わー、これは噴水のように涙が止まりません。七波優の感想がいつになくオーバーになっておる。やはりベネクレア城から着工して正解だったか。言うまでもないけどネッシーも来てるからね。まあネッシーはいつもと変わらなさそうだけど、七波優がものすごくはしゃいじゃってるよ。とんでもないところを見せちゃったね。ビーン兄弟がおったらカオスだったよ。ルミナスハーモニーはむしろやりやすい気がするかな。七波優をメインに仕立てるんだしで。アドコと共にそのルミナスハーモニーに行かないといけないのよ。気球船に乗れってなったらそれはそれで恥ずかしいわ。スターアットみたいにアースムーンの化身だったらまだしも。スターアットはアースムーンの本体を取り込んでいってるしな。いくらアースムーンと同調していっても他のバトラーとはわけが全く違ってきてるぜ。イーゴスって僕たちが言ったらまずい言葉だった。バカ匠が言ってる言葉がトウトウイズバコのラッピング車両に映っちゃったね。マドリンが気球船に乗っておる光景じゃと、これもこれでインパクトが大きいの。あー、それは言わないでー。今回も例外なくルミナスハーモニーが控えておりますので、こればかりはやむを得ないかもしれませんよ。いくらなんでもマドリンの姉貴に変なことをしでかすのはまずいでしょうよ。いっそのこと、七俳優が揃って気球船に乗ってる光景も悪くないのではないでしょうか。なんだと、そうなったらネッシーが大暴れだぜ。カオスなフェスティバルが爆誕しそうだ。せっかくだからネッシーに聞いてみるぜ。ネッシー、どっちがいいんだ？気球船のシーンでどちらを見てみたいかだって。いくらドレミファ学園といっても今となっては絶望的だから、これを機にマドリンちゃんとアドコちゃんの光景を見てみたいかな。あるかわからないけど。そういったところでアーカイブなんに終わりそうやな。中でもそれやとアースムーンフェスティバルの意味があらへんしな。少なくともなんかの形で気球船が出てくるのは間違いあらへんで。どういう形で出てくるんやろうか。そろそろ始まるところなんやし、見てみるか。さあみんな集合だよ。ルミナスハーモニーが始まるよ。なんでネッシーが温度を取っておるのじゃ。どういう形になるのか、いつもの企画のようにルミナスハーモニーを見ておいてと。では、今回のアースムーンフェスティバルでのルミナスハーモニーをスターズオン。やっぱり出てきたよ。出ちゃったよ。あー、やっぱりー。なんか、気球船が出てくるのが、アースムーンフェスティバルの、ルミナスハーモニーとなっちまうな。戦車から乗りかごも観覧車風味ってところじゃ。水上でも進めるという話を聞いてるから、陸上以外ならリカバリーできそうだね。これで一つの区切りがついたわな。2017年度のスマリーの収録もそんな感じになるっぽいにゃわ。しかしながら、ウィンベルマジックでは、気球船の出番が皆無なのが、紛れもない事実じゃのう。それに関しては、馬でメリーゴーランドみたいに、ぐるぐる回る駅が存在するようです。ただそれで問題になるのが、スターアット用たちの立ち位置ですね。スターアット様はセンターに固定されますので、誰が馬にまたがるかという話になりますよ。海神のアルキューレを複合させたいからって話やったら、センターでもいけるんとちゃうん？大天使が君臨することを踏まえると、音の木のメンツが目立たなくなるかもしれへんけど。これ、もしスターというが気球船に乗れる世界線であれば、状況が大きく一転しているかもしれませんね。これに関しては、俺もどうなるんか。大体のところは想像がついてるわ。ともこがペルソナにしてる。ほ、の子が、横におるんが目に映ってるわ。ここまでビジョンが見え見えなのも、考えものですけど、ウィンベルマジックがネタバレ気味なのは、できる限り避けておかないといけないですけど。せやけど、ウィンベルマジックのベースは、この前のスーパーサンタシップでの、ルミナスハーモニーで、これを海神のワルキューレと、複合させるようなもんやから、ある程度はとっくにネタバレしてるちゅうわけやで、重要なんは、大天使、特に天下を召喚できるかどうかで、ネタバレに関しては2の字中設定やわ。すでに土台が公開されておるから、多くのバトラーはネタバレしても、意味を感じておらぬじゃろう。それでも、一部は、まだ伏せられている部分があるわけですよね。大天使に関してはまだ確定していないことですし、ウィンベルマジックが決まるかどうかも、未知数ですね。大天使が出てけえへんかったら失敗でか、そこはわかりやすい物差しなんやな。ミカエルとガブリエルとラファエルは、ウィンベルマジックによっていけるやろうけど、天下に関してはどうなるんかはわからへんで。デリケートの存在ちゅうことでな。ずっと悲しんでるあの天使やし、そんな簡単に出てくるとは思われへんねんのやな。そのセリフはもっともじゃのう。これで君臨となれば、別の動機があるじゃろう。だけど、わざわざ悲しんでる姿を、拾うしに降りてくるくらいならそのままでいいわ。多くのバトラーもその光景は全くもって期待してないから。その段階で、SDGs の目標達成がどれくらいまで、進んでるかバロメーターを見せるわ。ベネクレア城だけでもウエイトがとんでもないものがあるくらいやし。サータンとミューロットの他に、ニコリンとか日光、9821の悪魔もな。さすがに9821の悪魔は来ないでしょ。てか、なんで9821を悪魔って呼んでるわけ？それだけど、ドリフトの傾向から、悪魔って言われる状況になってるだけだよ。過去に僕たちの3組目を、小悪魔にしたり年で化してたからね。まあ、最近だと、スターットが乱りに連れて、帰ったりしたけどな。その件も緊急案件で、取り上げておりましたよ。スターット用に委ねるみたいな話もありましたので。マドラス、探偵日記博覧会で、不自然に脚本を読んでたみたいだけど、そこで日光が音の木の前の2組を連れて、ネクロシスを越えていったとあったはず。確かにあったんだけど、3年前と今とでは状況が全然違ってるからね。なんや、音の木の3組目を連れて、ネクロシスを越えるんがそんなに変なんか。そのためにドリフトから連れて、帰ったみたいな雰囲気になっていたわけですよ。全然違うな。あれは近鉄界隈、奈良線系統が天狗になりすぎたからの、花さ。一番の目的は、あいつらを連れて帰られへんまま、東京ラプソディに行ってまうことを、阻止するため。下手したらあいつらがフェアリーフィーみたいになってまいそうやったしでな。それをシャットアウトしたかったんや。そして、スターット様は見事に阻止できた流れであります。話は聞いたで、そのせいで、うちらがレガールのトップの権威失墜になったんやってな。それもあってか、ベネクレア城の復興が終わってからは、ドリフト陣営の出番が減ってきて、代わりにユニバースや、私たち七波優が台頭している状態です。それだとディーン兄弟とか、コンサートバッジの移植の意味がなさそうだぜ。遅咲きなんだろうな。二郎の兄貴は。てか、ネクロシスの下りは別の事情があるはずだ。俺もこの前の集会に出たからここにおるわけで、それで思い出したんだけどさ。さっきの件は、スクスタ仕様の3組目か。そいつらをなんくわぬ顔で、リベリコシティとかに連れて行ってる件に、多くのバトラーが首をかしげてるって話やろうけど、歪んだ時渡りを断ち切るためでもあるで。歪んだ時渡りとハノウ、夢じじゃとケイハンナの舞台で、出ておったようじゃ。そういえば、なんか私と似たのが、音の木の3組目にいたみたいね。だー、姉貴よ、それは言っちゃいかんぜよ。そうね、気のせいよね。そんなメタ発言はアツト創始者の出番よね。さっきの気球船だけど、せっかくだから私も乗っていいかな。なんやなんや、魔が差したんか。ネッシーがまた暴れてまいそうやで。いいじゃねえか、ネッシーにとって。このアースムーンフェスティバルは楽園同然だし。それなら私もどうでしょうか。何かしらのスパイスになると思いますよ。そんなにみたいにあったら、エンディングを改造して披露するのがええやろうな。あるいは、LCD とかの社内広告とか。であっという間に、時間が来てもうた。やっぱり盛り上がるとすぐに時間が来るね。トリノフェスもこんな感じだったらいいな。そういえば、トリニカレンフェスティバルも、控えてるんだってね。そっちも見てみたいな。何が待ってるのかな。ネッシーが一番純粋に、楽しんでるわな。やっぱりドレミファ学園の、トリコ屋で、パーキッズのインパクトを目の、あたりにして、一撃必殺で酔いしれてもうてるわな。